内見えてるくせにすごい良さそう、いいピンが2人速くていいピン自分を持ってて、GP 上のピンの情報が何にもないのでカムバックにかけてみてもいいかなっていうのをやってみたんですけど、まあ脳天で終わりましたね帰ってきた時にはもう復帰すでに遅しでしたね。トップとなりました渋谷ベマズ日向愛子選手にお話を伺います。トップおめでとうございます。ありがとうございます。さあ自身2勝目チーム8勝目すごく勝ってますね。ラッキーとね恵まれてる展開が多いですよね。いや今日も一撃があまりにも大きすぎましたね。12000ホールラッキーでしたねもうなかなか聞くことのない12000オールというものも聞けたんですけど、でもあれも簡単に対応にいけるわけではないし、こう仕上げるのが簡単な手ではなかったですよね。まあでも思うようにいろいろ雲は伸びていたので、多分 M リーガーの皆さん簡単な部類だって言うと思います、あれをリンシャンで積もって裏も乗るというなかなか派手な曲でしたけれども、さあオーラスの話もちょっと聞きたくて、第4曲「スッチーマンテンパイ」瀬戸熊選手からリーチ来ていましたが、危険杯を切ってテンパイ取りましたね。そうですね、はい、赤ドラが自分で2枚捨ててるの込みでちょっと見えてたのがまだ切りやすさになりましたね。でパーソーも3枚見えてるので、ウーソーリーチ前に切ってるので、他に危険杯もいっぱいあるし、自分を鼓舞していきましたはい。ちなみに自身の展望状況っていうのもかなり影響はあったんでしょうか。いやもちろん大きいですね。あれがもう本当に接戦で、ちょっと何か打ったら内川さんとも近距離になっちゃうよって言われるとなかなか切りきれないタイプなので、12000オールのリードが、うまく最後までこう作用したかなと思います。あともう1曲ちょっと個人的に聞きたいんですけれども、難産曲難波での親番で234の、3色が見えるってで、両ピンを切った後3ピンを持ってきて振り手のリャンウピンターツ残したじゃないですか、私が打っていたら関チーピンと関3番でタイヤを出し3色もつくし、上がれるからそっち残しちゃおうってなっちゃうなと思って見てたんですけどストレートだとそうだなってずっと思ってたんですけど、リャンウピンの方が自分で2枚見えてるくせにすごい良さそう、いいピンが2人速くていいピン自分を持ってて。GP 上のピンの情報が何にもないので、ウーピンはどうにでもできるから、もう一回ちょっとリャンピンのカムバックにかけてみてもいいかなっていうのをやってみたんですけど、脳天で終わりましたね帰ってきた時にはもう復帰すでに遅しでしたね。でもそういった思考があったんですね。ありがとうございます。さあということで渋谷アベマズですけれども、17試合で518.4 ポイント、これどこまで積み重ねるんでしょうかどこまでも行きたいのがチームとしての本心なんですけども、貯めといて蓄えといて損はないので、調子いい時にしっかり伸ばすのが大事な競技かなと思うので、逆に忘れて、また11月新たにという気持ちで臨んだので、次の選手にも一回置いといてがむしゃらにやってもらいたいなと思いますはい、わかりました。ありがとうございます。さあでは最後にファンの皆さんにも一言お願いいたします。本当いろいろ手配にも恵まれて大きなトップを取ることができました。アベマズの目標は優勝なので、しっかり積み重ねていきたいと思います。11月もよろしくお願いします。ありがとうございました。